古田はじめは、日本の政治家、通産、計算、外務官僚、岐阜県知事、岐阜県岐阜市生まれ、岐阜市立加納中学校、岐阜県立岐阜高等学校卒業。1971年6月、東京大学法学部卒業。同年7月、通商産業省に入省。同期入省に、杉山秀治、今井安を、鹿島育三郎らがいる。 1974年に、フランス国立行政学院に留学した。1994年、羽田勤務内閣総理大臣の秘書官に就任し、村山富市内閣総理大臣の下でも引き続き、首相秘書官を務めた。1996年、参議院岐阜県選挙区補欠選挙の候補者に、目されるが、出馬を見送った。2002年、 外務省に出向し経済協力局長に就任。川口淳子外務大臣のもと、ODA 改革に尽力した。2004年9月、梶原拓岐府県知事から後継指名を受け、経済産業省を退官した。2005年2月、岐阜県知事選挙に無所属で立候補し、初当選を果たした。2011年6月、フランスのレジオンドヌール勲章シュバリエ受賞。 2021年の知事選で5選。岐阜新聞は2020年12月23日付の特集で県幹部の意見としてスピード感がすごい手堅く進めると一定の評価をした。特に新型コロナ肺炎が拡大した2020年2月から3月の対応を専門家や市町村長、経済団体の役員などと連携して進め、会議が形だけになっている。 都道府県もある中で、岐阜県では知事に対する専門家からの信頼も厚いと評価している。岐阜新聞は、2020年12月25日付、検証、古田県政4期16年の特集で、古田県政における財政再建に関して、その成果を評価している。岐阜新聞によれば、故、梶原卓前知事による積極的な公共事業投資による県の借金で、 県の財政は悪化し、実質交際比比率は19.1%と、県債発行に必要な18%未満を大幅に超えるなど、財政悪化を招いたとして、梶原県政を批判した。一方、古田に関しては、10年度からの財政再建により、わずか3年で、この状態を解消したとして、一定の評価をしている。県職員や県議の行為として、 この財政再建を古田氏の顕著な功績だと伝えている。岐阜県の2019年度の実質交際比比率は6.6%で全国で3番目に良好な値にいる。このことに関して岐阜新聞は県担当者の行為として将来に過度に負担をかけない財政運営ができていると伝え県政の財政再建の実績を認めた。新型肺炎に対して 古田は11月27日の記者会見で、愛知県由来、中でも名古屋市の繁華街由来が多いと注意喚起をした。寄付新聞によれば、古田はコロナ対策に関して、県庁舎整備費などを移し替えで85億円を年出、さらに2021年度の補正予算として1,104億円を苦面したと伝えている。また、県担当者の行為として、 できることはすぐやるようにと指示があったと伝えている。岐阜新聞はこの決断に対して国の方針を先取る形で補正を組んだ。勇気のいる思い切った決断だった。スピード感のある対応だったと評価した。また、岐阜新聞によればコロナ状況としてステージ4の50%に近づきつつあるという古田の認識を伝え年末年始が瀬戸際だと。 危機感を募らせていることを伝えている。県の対応として、ホテルの借り上げなどをして、自宅療養ゼロを掲げているが、古田の言葉として、このままでは維持できない状況と切迫している状況を伝えている。古田は県民へ、初詣での自粛や、種類を伴う大人数での飲食の自粛を改めて呼びかけた。また、成人式の延期なども市町村に要請し、これを受けて、 大垣市、賀西、川辺町などは5月の大型連休への延期を決めた。小谷刑事衆議院議員はこれら対応を先手先手の取り組みとして評価し、豚コレラや新型肺炎など感染症対策の古田の手腕を見事と評価した。コロナ対策について県幹部は岐阜新聞のインタビューで古田氏の求める仕事のレベルとスピードについていくのが大変として、 結果が求められる危機管理に対して前後24時間の結果と対策を求める対応について迅速な対応ができたと評価した。古田の対応を頭だけで突っ走ることなく情報をできるだけ集めていることを挙げ着実に進めていくスタイルと評価した。2018年に岐阜県などで発生した豚コレラ対策について岐阜新聞へのインタビューに対して 県職員は危機管理に深骨頂と絶賛した。県幹部の言葉として、県職員との会議の場から、農林水産省の幹部や国会議員に直接電話をして、姿勢を正す場面もあったとして、国と対等に渡り合う、対応は完璧だったとしている。古田への批判として、情報発信力の低さが指摘されている。 岐阜新聞はテレビなどの出演を危機としている多藤知事がいる。一方で古田の露出は控えめとしている。その原因を本人の性格と分析した上で県の対策は全国的にアピールできる内容なのに発信力が弱いと批判している。また中日新聞はベテラン議員の話として昔は知事も いろんな職員とカレーを食べながら意見を聞くなどの姿勢があったことを挙げて職員に溶け込もうとしたという逸話を紹介した。しかしカレーライスの会もいつしかなくなったとしてその議員が新型コロナ対応などの古田の手腕を評価しつつも職員とのコミュニケーションの不足を指摘している。さらに2021年の県知事選挙で保守分裂になった要因として ケンギらの陳情を古田が受け入れなかった事例があり、ケンギらの不満が溜まり保守分裂につながったと分析した。しかし、中日新聞は記事の論評として、ケンギらの陳情を受け入れなかったことは県政において決して大きな失点ではないとしている。また、関係者の談話として、古田おろしは感情論に過ぎないというコメントを紹介した。 岐阜新聞は2020年12月7日長官で古田県政への県民の評価を発表した。古田の県政運営について評価するが12%、ある程度評価するが51%で合計63%が一定の評価をする。一方、評価しないなどの非評価層は13%にとどまっている。 古田は2021年1月7日に告示された岐阜県知事選挙に立候補したがコロナの感染拡大や首都圏での非常事態宣言発令を受けこの状況で県庁を離れることはできないとして個人演説会や集会等の人を集めた選挙活動には加わらないと明らかにした。ありがとうございます。